久保さん、今回は、浮気はしても、決めたことはやれですね。はい、よく、あの、最近、この前いただいたメッセージか、その、不安ですみたいな。で、そのメッセージに、吉谷信者なんです、僕って書いてあったんですね。で、まあ、久保さんも多分いてると思うんですよ。毎日久保さんの動画見てますみたいな。だから、よくメンターを一人に決めろみたいな、あるじゃないですか。うん。僕は、メンターは、100人でも1000人でもいいと。 うん、だけど、やるべきことやれと。だから、本とかもね、僕、いっぱい本買ったりとかも、ありとあらゆるね、動画も見るし、ね、久保さんはひ、光くん見ねえよ、みたいな。いや、僕見るし、ね <laughs>、でも見るんですよ。だけど、やるべきことやるっていう。ね、多分この億万長者合宿、どんな本を読んでも、どんな動画を見ても、多分続きます。やるべきことやるんで。分かりますでも、多くの人って、これがいいのかな、あれがいいのかな、これがいいのかな、浮気しっぱなしみたいなね。 いや,やるべきことやれと。やるべきことは自分の人生変えたいんだったらね、自分がやるべきことをやるしかないんですよ、うん。だから、だからそれを生かすも殺すも結局自分次第なので、なんかノウハウコレクターも全然悪いことじゃないんですよ。なんかノウハウコレクターですみたいな自慢して結構多いんですよ。 典型的なノウハウコレクターです。いや、僕もノウハウコレクションですよ。ノウハウコレクターですよ。いまだに。いまだに本買うし、いろんな人の動画見るしもう、もう浮気だらけですよ。だけど、やるべきことはやると。それは決めてるので。てか、やるべきことはやらないと何も変わらないですからね。収入も。だから、 なんだろうな、ノウハウコレクターとか全然悪いことじゃないですし、別にメンター一人に決めなくてもいいですし、別に吉谷信者になってもやるべきことやってなかったら何も変わらないし、久保信者になってもやるべきことやてなかったら何も変わらないんですよ。久保さんの動画一点張りでずっと見てます、勉強になります。うん、でもやってなかったら何も変わらないよねっていう <laughs>。だからその自分のセンターピンですよね。もはや自分がメンターでなければいけないってことです。もはや。 これで落とし込みましょうか。もはや最終的に自分がメン,メンターでなければいけないと。自分自身に勝って、自分自身の能力を高めるってことですね。ここに尽きると思います。一番信用できる人間は他者じゃなくて自分です。僕は自分のことを好きでもなければ嫌いでもないです。ただ、自分を信じてます。 よくね、自分が好きでないとダメだよとか言う人もいるんですけど、どっちでもいいです。<laughs> 自分がやること、自分を信じれる人間になれればそれでいいんじゃないかなと。それが好きとか嫌いとかどうでもよくて、やるべきことをやるっていう。だからそのやるべきことを愚直にやってれば、信じれますから。言ったことをやってれば、あーなんだ、自信もつくだろうし。 例えばブログ毎日更新しようって言、ね、僕もね、あの、今まで文章、動画ばっかりやってたんで、本当ブログ書くの大変だったんですよ。今なんかもう本当にもう to do ゥ,ゥでも余裕ですよね。だけどそのブログ毎日更新します、10年更新します。言ったけどもう、言ったけど、いや、10年言っちまったなみたいな。だけど、それを有言実行でやっていく過程の中で、自信がつくし、書けるようになるし、ね。 なんかスキルアップしていくしって話で。うん、で、結果的にどんどんストックされていって、まあ、その差は歴然になっていくよと。例えば僕、今1年2ヶ月更新しましたけど、これが3年、4年、5年、6年、10年本当に更新したら、ね、ブログで稼ごうと思ってる人と圧倒的な差つくよと。いう話ですね。うん。だからあとはまあ、YouTube に関しても10万本アップしたら、 まあまあまあ、初心者、まだ1本アップロードできない人に比べると10万倍の差があるってことです <laughs>。10万倍の差と10万倍の経験の差が生まれるってことですね、そこに。はい、ということで、やりましょう。いってらっしゃい。